皆さんこんにちは。今回は日本の不気味な未解決事件を7つほど紹介していきます。岡山地底湖行方不明事故。岡山地底湖行方不明事故は、2008年に岡山県新見市に存在する鍾乳洞姫坂かなち穴で起きた行方不明事件です。行方不明になったのは当時高知大学の3年生で探検部だった名倉祐樹さんで、鍾乳洞の地底湖で遊泳中に姿を消しました。日比坂かねにゅう穴とは、奥行き1600メートル、高さ15メートル、幅7メートルの鍾乳洞で、奥に行くまでには人一人がやっと通れるほど狭い通路もあります。最奥部には水深32ムの巨大な地底湖があり、この水は豊永タスク伏せの住民の水源になっています。日比坂かねにゅう穴の歴史は古く、かつて神が住む神聖な場所として崇められていましたが、現在では事故が多発していることから、許可を得なければ入洞が禁止されています。2008年1月5日に、高知大学学術探検部に所属する部員、男女合計13名がビビ坂かねにゅう穴を訪れました。現地で4、5人で1人のグループに分かれて入洞しており、名倉さんは5人のメンバーの1人でした。また、同部の恒例行事として、鍾乳洞の最奥部にある地底湖の奥まで泳ぎ、壁にタッチして帰るというものがあります。14時30分頃、名倉さんが最深部に到着してから地底湖を泳いで渡り、他のメンバーは名倉さんの帰りを待ちました。しかし、どれだけ待っても名倉さんが戻ることはありませんでした。メンバーの供述によると、名倉さんからタッチしたという声を聞いたとのことで、メンバーも名倉さんを呼び続けたと言います。それでも戻る様子がなかったため、仕方なく4人で鍾乳洞を出た後、18時15分に警察に届け出を提出しました。その後警察は10日間にかけて捜査を行いましたが、ついに名倉さんを見つけることはできませんでした。この事件が不可解だと言われるポイントは、1名倉さんの救援の声が聞こえなかった2入党届を提出していなかった3部長と副部長の不可解な行動。まず、名倉さんが溺れそうになった時、激しく暴れたり助けを求める声を発しなかったのでしょうか。もしも発していた場合、部員はその声を聞いているはずですが、全員がそのような声を聞いていないと言います。鍾乳洞という非現実的な環境下において、名倉さんを残して全員が下山するということは、名倉さんの死を確信していたと言えるのではないでしょうか。また、日比坂かねにゅう穴は天然記念物でもあるため新見市に入洞届を提出する必要があります。探検部は毎年日比坂かねにゅう穴に入洞しているため入洞届が必要なこともわかっていたはずですが、事件の日はなぜか入山届が提出されていませんでした。部員の一人が活動中に行方不明になった場合、部長や副部長は積極的にメディアへ情報を発信し、1日も早く発見を望むのではないでしょうか。しかし、同部の部長である部長白米美穂さんと副部長伊藤智子さんは後ろめたさからなのか、かたくなにメディアへの露出を拒否しました。それだけではなく、事件後白米さんは SNS で名倉さんの友達を解除したり、何度も名倉さんのアカウントにログインしたりしていました。このことから、この事件は事故と事件両方の観点で調べられていましたが、現在でも真相は不明なままです。パラコート連続毒殺事件。パラコート連続毒殺事件とは、1985年4月30日から11月17日まで日本各地で発生した、腎不全や消化管穿孔、肺腺異常などの重篤な状態が引き起こされる危険性が高いパラコートを使用した無差別毒殺事件です。模倣犯を含む関連事件が34件発生しており、13人が亡くなりました。物証がほとんど残っていなかったことから、犯人は逮捕されないまま迷宮入りしています。パラコート連続毒殺事件の特徴として、自動販売機に取り忘れや置き忘れのように思わせて、ドリンクを放置していることが挙げられます。当時は開封未開封の判別が難しかったため、毒物を混入させてキャップを閉めて放置しても気づかれにくいものでした。また、パラコートはかつて農協などから購入することができたため、
犯行が誰でも容易に真似できる点も特徴です。現在ではパラコートの購入は制限され、飲料メーカーは細工ができないようにキャップを加工しました。パラコート連続毒殺事件の始まりは、1985年4月30日、広島県福山市です。当時45歳のトラック運転手は道中でトラックを止め、自動販売機で炭酸飲料を購入しました。1本しか購入していないのに2本出てきたと勘違いした運転手は、1本目を口にしてから運転を再開しました。その後、倉敷市と岡山市の間を走行していると急に気分が悪くなり、なんとか近くのパーキングエリアまでトラックを走らせました。そこで運転手の意識は途絶えており、近くを通った人に発見されて病院に運ばれましたが、5月2日に帰らぬ人となりました。これがパラコート連続毒殺事件の最初の事件で、以降大阪府や三重県、福井県といった様々なエリアでパラコートを使用した事件が報告されています。パラコート連続毒殺事件が現代まで未解決のままの理由として、監視カメラの存在が挙げられます。事件が起きた1985年では、現代よりも監視カメラが少なかったので、いつ、誰が、何をしたのかを確認できませんでした。また、当事件は目撃証言が少なく、パラコートが混入したドリンクの容器から犯人の痕跡も出ませんでした。そのため、同一犯模倣犯や、顔や特徴など犯人を特定することができず、現在は迷宮入りとなりました。この事件から、自動販売機のメーカーでも監視カメラを取り付けたものを製造するようになったと言われています。長岡京わらび取殺人事件。長岡京わらび取殺人事件は、1979年5月23日に京都府長岡京市で発生した猟奇事件です。被害者はスーパーで働く主婦の明石英子さん当時43歳と水野恵子さん同32歳で、二人は仕事終わりに、川用が丘の北北西に隣接する里山へわらび取りに出かけました。この時、入山する二人の姿を、近くの工事現場の警備員や林業の作業員など、多数の目撃者がいました。水野さんには子供がおり、15時半頃に保育園へ迎えに行くこととなっていましたが、保育園には予定の時間になっても現れませんでした。夜になっても水野さんが来なかったことから、水野さんの夫が子供を迎えに行き、山へ探しに行きました。その日は見つからなかったため、翌日5月24日に明石さんの夫も捜査に加わりましたが、やはり二人は見つかりません。そこで、午後に向こう町署に捜索願いを提出し、30人体制で捜査が始まると、二人は関松院前の畑に自転車を止めた入山時の目撃者がいるということがわかりましたが、その日も見つかっていません。翌日25日はさらに人員を増やし、合計120人体制で捜査を開始したところ、午前10時半頃に遺体となった明石さんと水野さんを発見しました。二人は損傷が激しく、全身を殴打された跡や包丁で刺された跡などが見受けられたほか、体内から大型の体液が発見されています。遺体を回収し、死因を調査すると直接の死因は明石さんが絞殺、水野さんは刺殺ということがわかりました。そのため警察は本件を殺人事件と断定し、犯人の捜査を開始しました。また、明石さんのポケットからは追われている助けてくださいこの男の人悪い人と書かれたレシートが見つかっています。しかし、懸命な捜査の成果は実らず、1994年5月24日に時効が成立しました。この事件の前に、同じような場所で不審な男の目撃証言が得られていました。その男はわらびを取っている主婦に対して、わらびは取れますかと声をかけたと言います。ここまでは世間話のように聞こえますが、その男の手には包丁が握られており、驚いた主婦は急いで逃げたと言います。証言によると、男の身長は170グム程度、年齢は40歳程度だと言います。そして、その男らしき人物は長岡京わらび取殺人事件の6日前にも現れており、同様にわらびは取れますかと主婦に声をかけたようです。他にも地元の不良説や夫が犯人説といった、
様々な説があります。被害者が残したメモや犯人の血液型や体液、目撃証言があるにもかかわらず犯人が見つかっていない点から、未解決事件として全国的に有名になりました。福島女性教員宅便槽内開始事件。福島女性教員宅便槽内開始事件は、1989年2月28日に女性教員の部屋のトイレから男性の遺体が発見された事件です。この事件は警察から覗き目的で侵入し、寒さと窒息で死亡したことを発表していることから、表向きには解決している事件です。しかし、犯人が上半身裸で、非常に狭い場所で発見されたことから、真実が別にあるのではないかと言われています。福島女性教員宅便槽内開始事件の不可解な点として、一男性の人柄、に遺体発見時の様子が挙げられます。まず、遺体で発見された菅野直之さんの人柄です。菅野さんはとても明るく活発な青年であり、スポーツや音楽が好みだったと言われています。また、菅野さんには女性の排泄を見るような特別な性癖はなく、このような人柄を知っている多くの人から4000人ほどの署名が集まったようです。しかし、それほどの署名が集まったにもかかわらず、警察に再調査を依頼しても却下を喰らいました。この時の警察の対応にも疑問が残ることから、警察では公表できないような情報を知っているのではないかと噂されていました。次に不可解な点として、遺体発見時の様子が挙げられます。先ほどご説明した通り、菅野さんは非常に狭い場所で発見されました。まず、菅野さんはどのようにして便槽内に侵入したのでしょうか？便槽内に入るためには、入り口である直径わずか36クムを通らなければなりません。しかし、成人男性である菅野直之さんはその道を通ることはできません。実は、女性の元には事件前から多数のいたずら電話があったようです。このことに恐怖を感じた女性は、知人や恋人だけではなく、菅野さんにも相談していました。そう、女性と菅野さんは以前からの親友でした。様々な人に相談し、いたずら電話を録音したテープを警察に持参し、被害届を出したそうですが、警察はまともに取り扱ってくれませんでした。また、菅野さん自身も被害者女性の犯人を突き止めようと動いていたようで、事件といたずら電話の間には何らかの関係があったと考えられます。これらのことから、この事件は未解決事件としてだけではなく、なんとも後味が悪い結果だけが残りました。陽子の話は信じるな。陽子の話は信じるなとは事件名ではなく、嵐真由美さん失踪事件の際、真由美さんのお父様の元に訪れた際に後に貼られていたメモを指します。現在、日本では年間8万件ほどの失踪事件が発生しています。その中で、1994年9月2日に発生した事件が嵐真由美さん失踪事件です。事件当時、真由美さんは娘を家に残し、白地に模様の入った半袖の T シャツ、イージーパンツを着用してタバコ、財布、キャッシュカード、鍵などが入ったと思われる小さなカバンを持っていたようです。インタビューによると、お父様曰く真由美さんが外出する際、どこか落ち着きがない様子だった、とのことです。陽子とは、真由美さんの姉にあたる人物です。お父様がインタビューを受けている際、リビングの後ろに、陽子の話は信じるなというメモが貼られていたことから、当時の視聴者は気になられていたことでしょう。実際に、陽子さんはメディアでのインタビューに答えています。真由美さんが失踪後、残された状況証拠にはかなりおかしな点が多く、その情報を提供したのが陽子さんです。陽子さんによると失踪前に家を出る前に真由美さんから同級生に会う、と言い残していたと言います。しかし、実際にその友人に確認すると、そもそも真由美さんはその友人と会う約束はしていないとのことでした。他には、事件後に真由美さんの部屋にあるタンスから、不倫を匂わせるようなメモが発見されました。このメモを発見した人も陽子さんでした。しかし、陽子さんは発見したメモをすぐに破棄してしまったため、
捜査関係者は現物を確認できていません。通常、事件の手がかりとなるものは全て警察や捜査関係者に提供すると思います。ましてや、妹が失踪したとなると、早期発見を願うと思います。そのような状況で、失踪後の行き先を示すようなメモを破棄するでしょうか？陽子さんと不倫男性は、真由美さんが失踪した当日に何回も連絡を取り合っていたそうです。電話内容の一つに、不倫男性は真由美さんが命を落としているなら、罰として自分が刑務所に入る覚悟はできていると陽子さんに伝えたそうです。男性を不審に思った陽子さんは、探偵を雇って身辺を調べました。すると探偵から、深夜に2本の缶ジュースを持って山に登る姿を見かけたとの報告がありました。しかし、深夜に不倫相手にバレないように、姿だけではなく缶ジュースを確認できるものなのでしょうか？ライトで照らせば不倫相手にバレますし、近く寄りすぎてもバレてしまいます。このように、陽子さんの発言にはかなり疑問が残ります。果たして、陽子さんの話は信じても良いのでしょうか？北関東連続幼女誘拐殺人事件。北関東連続幼女誘拐殺人事件は、1979年から1996年にかけて北関東で起こった少女の連続誘拐事件です。様々な誘拐事件が含まれる中には、平成を代表する冤罪事件である足利事件もその一つです。最初の事件は1979年8月、福島よろず屋さんの誘拐です。こちらは栃木県足利市内の八雲神社で起きた事件で、当時神社の境内で20代の職人風の男性と一緒にジュースを飲んでいる姿を目撃した人が多数います。その後、万屋さんは上半身裸の5歳くらいの男の子と一緒に近くの市道を歩いている姿や、公園で遊んでいる姿が目撃されています。最後に目撃されたのは午後2時半から3時頃に浅間山を登る姿でした。行方不明になって以来、懸命な捜査が行われていましたが、1979年8月9日に渡良瀬川近くで古びた登山用リュックに裸のままの遺体の状態で発見されました。こちらのリュックは日本で数十個しか流通していないという、特定しやすいものが使われていました。以降も幼女誘拐殺人が繰り返されており、ついに足利事件が起きることとなりました。足利事件は、1990年5月12日に栃木県足利市内のパチンコ店の駐車場で遊んでいた松田真美さんが行方不明となり、5月13日に渡良瀬川の河川敷で全裸で発見された事件です。この時の容疑者は元幼稚園バス運転手だった関係としかずさんでした。2000年に無期懲役の実刑判決が下ったものの、2007年に開始した取材活動の結果、関係さんは冤罪であることが濃厚となりました。2010年には関係は無罪の逆転判決を言い渡されましたが、これまで築き上げた信頼や社会的地位を取り戻すには大変な苦労が必要となるでしょう。この事件の不可解な点は、物証などがしっかりとしており、真犯人がわかっているのに逮捕されない、ということです。犯人の特徴としてルパン三世に似ているというものがあります。実際に、パチンコ店の防犯映像には犯人らしき人物が映っており、DNA 鑑定を利用して犯人の特定を行っていました。しかし、警察は本件に積極的ではなかったことから、冤罪事件の傷口を広げたくない警察の自己保身だという声が全国に広がりました。真相は不明ですが、警察が本件に関する捜査をしたくない、と捉えられてもおかしくない行動ですね。悪魔の市役所殺人事件。悪魔の市役所殺人事件とは、1991年7月11日夜から12日未明にかけて、茨城県つくば市の茨城大学つくばキャンパスで助教授だった五十嵐はじめさんが殺害された事件です。五十嵐さんの姿は筆舌しがたく、校舎内のエレベーターホールで首や胸、腹部など複数箇所に刺し傷がある状態で発見されました。現場には五十嵐さんの血液型とは異なる大方の血痕と、27.5 組のカンフーシューズの足跡が残されていました。
そもそも、悪魔の使徒はインド出身のイギリス系アメリカ人作家の小説悪魔の使現代ザ・サタニック・バーゼスを指すもので、五十嵐さんはこちらの小説の日本語訳を担当していました。悪魔の使はイスラム教に対して攻撃的な揶揄をするようなテーマで執筆されており、出版直後からイスラム教徒から激しい反発を受けていました。作者のサルマン・ラシュディや出版に関わった人は、当時のイランの最高指導者であるルーホッダー・ホメイニから死刑宣告を受けていました。本来であれば日本語訳をする際も近辺警護などをしてもらう必要はありますが、五十嵐さんは本を読んでもらえば誤解されるようなことはないと、警護を断ったと言います。悪魔の使役者殺人事件には、様々な犯人の説が浮かび上がっていました。まず、筑波大学に短期留学していたバングラディッシュ人です。こちらの学生は五十嵐さんが殺害された直後の1991年7月12日に成田空港からバングラディッシュに帰国していました。捜査当局もこの留学生を犯人の可能性があるとマークしていましたが、諸外国との関係悪化を恐れた日本政府の意向により、捜査が打ち切られたという噂があります。また、イランの軍隊の一つであるイスラム革命防衛隊の中の、特殊作戦を実行するゴドス軍の犯行である可能性も示唆されていました。そもそも、目立ちやすいエレベーターホールで殺害するメリットは、普通の犯行であれば皆無だと思います。しかし、見せしめのためであれば目立ちやすいという点はメリットになります。世界でも様々な宗教に関する問題があり、時には戦争にまで発展するケースもあります。人によって信じるものは自由なので、お互いの尊厳を守りながら生活を送りたいものです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。